こんにちは、速の久保です今回はですね、介護現場における性的事件の実態ということについて少しだけレポートさせていただきます。まあ、扱うことがですね、結構デリケートなんですけども、介護士を13年やってきた私の立場から言いましても、まあ、性的なです、ね、問題っていうのは結構ね、現場で起きていて、まあ、それがね、なかなか外に漏れにくくなってるわけなんですよ。それは要するに、介護をする側もそうですけども、 介護を受ける方の家族もですね、まあ、隠蔽体質になってくるってところが見え隠れしてるんではないかなと思います。ただ昨今はですね、隠しカメラとかのまあ、発達によって、これがですね、リークされることが結構多くなってきたんですよ。そこで見えてくるのは、介護現場における介護士がなぜ長続きしないのかということなんですけども、私のところにも今ね動画が届いてるんですよ。 で一通り見させてもらったんですけどもこれは入浴介助をしている、まあ、30代ぐらいの女性に対して70代ぐらいの認知症とされているおじいちゃんがですねご老人がですね全、まあ、裸でシャワーを浴びてるところなんですけども介護をしてくださってる介護士の方にですね、まあ、結構露骨な性的なね、まあ、股間に手を当てたりとかあまあんですかこの服の。 下に手を入れて上半身をまさぐったりとかで女性の方も手を振り払ったりしてるんですけども全然しつこくて、まあ、手に負えないという形でね、えー、もうとっとと作業を切り上げているところが。 出ていますけども、まあ、こういったのも結構現場で起きていると私もねレポートを受けております。まあいまだにこういう問題っていうのはあって、それが繰り返される繰り返されるとねやっぱりこう勤めるのが嫌になるということもありますし、この介護士の例えば女性の介護士の ご主人とかね、彼氏さんとかが相談を受けた時にやめろという圧力がかかってくるんですよね、まあ、当然ですけどもね不愉快だと思いますんででその介護を受けているおじいちゃんの方はと言いますとこれがですね、まあ、認知症を患っているところもあったりとかして、まあ、記憶にないの一点張りでもう持ってかれてしまうんですよまあ、ということで責任も追及できないし、うん、介護士が、ね、泣きに霊する例っていうのが多いわけなんですよね、まあ、そしてこれは介護士から見た点なんですけども今度はですね、えー 介護を受ける介助を受ける利用者さんの立場から見てみましょう、えー、多くの方があまり気づいてないんですけどもうん知的障害の、まあ、女の子ですね10歳以下とか、まあ、15歳以下とかっていう女の子なんですけども結構ですね男性の介護士と2人っきりの瞬間まあ私も当然あったんですけども私はよくわかるんですけど私は信頼されていたんでねそれからあ自分でも。 あこういうことが起きそうだなというところをかいつまみながら真面目に私の場合はねやらせていただいたんで私が何かをしったってことはないんですけどもただやっぱりこれですよねうんで中にはですねそういったものを目当てにこの介護の現場に入ってきてそしてですねまあ,あの撮影器具を使ったりとかしてそういったところから復讐に終える道を探っているというねそういうふうな うん、フラチのね男性介護士もいたりしてただやっぱり介護難民と言われてる言葉があるくらいなんですけども知的障害の女の子とかね、まあ、男の子もそうなんですけども受け入れてくれる事業所っていうのが結構少ないんですよ、まあ、ですんでそういう性的な被害を受けているという事実があっても仮にあったとしても、まあ、辞めさせたりとかね他に移るって余裕がないまんまそのまんま、はあまあ、黙認するというケースもあるそうなんですよ。うん、確かにね やっぱいろんな精神的な痴漢を受けているお子さんからするとそれが上手に言葉として、えー、お父さんお母さんに伝えられないっていうところもありますので、まあ、それからこの性的な行為に対して違和感を持たないっていうこともあるかもしれませんねそういったのをまあ利用してですね、えー、よくないことが起きているということも多々あるわけなんですよ。で私は現場に入っててこれは何が起こってもそれを監督する機能っていうのは全くないなと。 いうふうに思ったわけなんですよね何、まあ、ともね介護の現場で起きてることっていうのは恐ろしい闇の部分が大きいなと思います。本当に最近はですね性の介助ってものも問題になってきて例えば脳性麻痺に中途でなったあ30代の男性40代の男性の性の処理を誰がするのかっていう問題になったりもするんですよね。当然おお 無性をするっていうね地獄のような青春を送ったみたいなことをね、えー、動画の方でお話しされてましたけども,もうその気持ちも分かるなという気持ちがします。で同時にですね女性の方のインタビューがあったんですけども女性の方も性行為がうまくできなくって、えー、恋愛できる期間をまあ過ごしてしまったというところもあったりやっぱり肉体を欲しているんで精神的には満たされてるんだけども。 肉体的にはね、なかなか性行為ができなくって、えー、相手の、ね、男性のことを受け入れることができなくて、それが別れにつながっていったとか、新しい恋愛に向かう勇気を失わせていったということも語られてましたね。まあ、こういった形で、えー、介護の現場で、ね、起きていることっていうのは、うん、やっぱりその現場にいる人でしか分からないところ、うん、それから当事者でないと分からないところ、まあ、セックスボランティアっていう、ね、ベストセラーもありましたけども、いろいろとこれから、ね、切り開いていかないといけないところかなと思います。まあ、そこににですね私は個人的に最後の福音として 人間がサービスをするんじゃなくて、まあ、あのロボットですよね。AI を搭載したロボットですとか、バーチャルリアリティってものがその解除にものすごく役に立つのかなと思います。特に性的解除にはバーチャルリアリティとかラブドールとかですね、そういったものがかなり 入り込んでいってえ、多くのそういったね。性的な問題を解決してくださるんじゃないかなと思っております。ま、今回はね。こんな微妙なあ <laughs> のテーマになっちゃいましたけども、もうん送られてきた動画がですね。結構、ね、生々しくてちょっと皆さんにお見せできないんですけども。女性介護士のね。やっぱりこう。も、ま、う、あ、いろんなところをね触っているこれ女性介護士自身があ告発するために動画を撮ったとされています。うん、なかなかね、えー、生々しいと言いますかね。 でもこれやってる男性の方にももう本能的に動いてるだけであって罪悪感とかね意識的な行動ではなさそうだなというのが見てておりますね、うん、またこの問題引き続きお伝えしていこうかと思いますそれではおやすみなさい